ゃないんです。カラオケ屋さん、カラオケ屋さん、カラオケにおるんじゃけど、そう、あのお仕事合間でね、なんか歌唱の動画を撮らんといけんくて、さっきお仕事一個やって歌唱動画撮りに来たんですけど、そう本当はね7時半とかにね配信しようとしたんですけど、起きれなくて今になっちゃいました。歌唱動画をちょっと撮って今配信始めて、配信終わったらもう一回もうちょっと歌唱動画撮って次のお仕事に行きます。こんにちは。いや、ファンクラブ投稿用じゃなくて普通に提出してくださいって言われたやつ。ファンクラブはねアカペラならいいんじゃけどね、カラオケ歌っとるやつは載せれんのよ。夜は配信ない多分。こんにちは。もうメイクしてるの多分一回撮るけど、そうそう今日生放送なので見ててください。こんにちは。慣れてる？そう、ファンクラブ昨日の夜に更新されました。配信終わってから連絡が来てました。何の空間仕事？こんにちは。席ちょっと時間がないけん15分経ったら終わるんですけど、ごめんね。今日の生放送って関西の放送されないかな、なんかそれっぽい気がする。早めに来ました、ありがとう、送りました。こんにちは。キーパーの後から、うん、ありがとうございます。こんにちは。皆さんはお仕事中ですか？お仕事中そうなの、ニートです。あらま、そうなの、夕方から夜勤、仕事中こっそり。今日は休み。おお、いいね。こんにちは。仕事中にこっそり。ゲリラ、ゲリラです。配信するとは言っとったんですけど、
俺も住んでるところ最近オールナイトフジコ放送されるようになったから。お、いいね。楽しみに。絶賛仕事中です。頑張れ。こんにちは。休みですが、掃除洗濯休めないね。こんにちは。今日のラッキーアイテムは、蝶ネクタイ。ね、明日は山口。こんにちは。皆さん何歌いますか？カラオケに行ったら。エスティーポテト？この部屋の音楽。でもこれはね、なんか廊下で流れとる音楽だと思う。ランキング上のやつ、トップ100みたいな。この人の唐揚げだとレベル高すぎねえ。うますぎると思った。そう、日本で唐揚げ。なんかさ、カラオケって日本発祥なんですよね。ない国もあるんだよね。からのオッケーだから。そうよね、バリバリ日本語ってことでしょ。カラオケ作った人特許取らなかったからかわいそう。そうなんですか？取ってたら今頃億万長者やん。アメリカ発祥かと思った。日本らしいよ。映像なし歌詞カードとかでした。あ、そうなんですか？
カラオケ発明した人特許取ってなかったからそれで流行ったらしい。逆にね、誰でも使いやすくてというか。ショールームのカラオケ、なんかさ、携帯を変えて挿すあの充電のコードがさ、タイプ C になったけんさ、今までのあの有線イヤホン、マイク付きイヤホンが使えなくて、で昔の携帯しないと今ねあれなんですよ、できない状態になってるの。そう、タイプ C のイヤホンあるんかな、なんか有線じゃないとできなくて。そうそう、あるか、ゲットしてないんですよね。でも家でやるときは昔の携帯で配信すればいいけんさ、なんか携帯変えたけん、そのために買わんといけんみたいなことはないんですけど、うん、こんにちは。またやろうと思います、カラオケ配信。会議終わった、お疲れ様です。皆さんも頑張って、この後も違うよ、他の部屋の曲じゃない、廊下で流れとる楽曲。いいフルで力をつけてたけど、うわー、お疲れ様です。ピントが変わった昨日ね、夜配信の時に朝配信するって言って時間入れてなかったんですけど、ゲリラになっちゃったけど来てくださってありがとうございます、うんうん、配信するために部屋取ったんじゃないよ、それもあるけど、私はまだ動画を撮らなきゃいけないので、この後もちょっと歌って行っていきます。
今日お休みを、うん、午後から出るので、寝てらっしゃい。配信終わると仕事に戻らないといけないので延々に配信してほしかった。ごめんね、今日夜配信ない。そう、お仕事なのでできないので、皆さんオールナイトフジコ生放送ぜひ見てください。こんにちは、みんなありがとう。それでは誕生を読んでいきたいと思います。13位 DJ さん、12位関さん、11位トミコさん、10位ヒョウさん、9位ネズミランドのミスキーマウスさん、8位慢性鼻炎さん、7位恋してカップさん、6位白鬼使いさん、5位モンブランさん、4位井上義弘さん、3位ブルーさん、2位ナッカンさん、そして1位はジュルルンジュリャン空白さんでした。ありがとう。そしてラッキーナンバー22位はドゥルルンジャジャン、ゆうすけさんでした。 Thank you、 ありがとうございますね。皆さんこの後も頑張って。ありがとう、またね、バイバイ、いってらっしゃい、行ってきます、頑張ってください。また夜会いましょうね、 見ていただける地域の方は、バイバイ。